はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回の動画では、まあ、久しぶりに2ヶ月ぶりですかねにアキネーターにヤバタニ娘たちを当ててもらおうという企画となります。で、前回の動画を上げてからですね、前回時点だと494回 A 過去で遊ばれてたみたいだったんですけど、そこからさらに300回ぐらい増えて816回、A 過去が遊ばれている。つまりマイナーなキャラたちもこれでもしかしたら出せるようになってるんじゃないかと思うので、それをね、ちょっと実際にプレイしていきたいと思います。とは言うものの、まぁ、ちょっとね、簡単にプレイするためにも、最近プロフィール情報がめちゃくちゃ追加されてる。じゃあ、このヤガミちゃんを使ってやってみましょう。好きな食べ物はコロッケ。好きな言葉は小動物の絶叫。特技はドミノ倒し。ここら辺も、もしかしたらアキネーターに聞かれるかもしれないですね。よし、じゃあやっていこう。じゃあ、男性、男性じゃないよと、いいえ。武器を装備、武器は装備してません。アイドルはマイク1本で戦うの。スマホゲームのキャラよ。あとスイッチにも出てる。音楽に関係してる。まあアイドルだからね、多分部分的にそうかな。そんなに関係してないか。でも「おてもやん」っていう曲がある。でもあれは宇都宮か。尻尾がある。尻尾はないね。あったら可愛いね。セガによっては捜索されてません。セガじゃない、呼び捨てで呼ばれてる。呼ばれてない。ヤガミちゃん、もしくはヤガミさんって呼ばれてるからね。いいえですね。東方には関係ありません。戦いなません。戦いません。アイドルは戦わないの。学校に通ってる。学業と両立、アイドルの両立で眠れない日々が続いてる。ヤガミちゃんのプロフィールの多さが役に立つな。通ってます。もう通ってないかもしんないけど、アイドル活動もしてます。間違いないね。アイドルマスターには関係ないんだな、これが。わかんない。関係あるかも。髪を結んでる。一応、まあ、サイドテールだからね。サイドテール、ツインテール、ツインテールでいいのか。ツインテールでいいのか。髪結んでる。ツインテールよ。ツインテールよ。物語の最中で死んでしまう。あ、これはわからない。どっちなの？え、どっちなの？最近生きてる感じなんだけど。だから本物はこっちだっつーの。え？多分そう。多分そう。うわあ！正解です、ね、なんでここまで知ってんのお前ちゃんとヨタリエンゲームズのツイッターを追っかけてるのかお前もそうです。私が思い浮かべてるのはケイヤガミですこれはすごいね。ちゃんと物語の途中で死んでしまうっていうところまで知ってんだ。へえ。じゃあ次もちょっとヤバタニ娘、普通のヤバタニ娘、要は救出キャラクターの中から誰かを選んでやっていこうと思うんですけど、今回はちょっと誰をやるかっていうのを言わないので、皆様もちょっと見ながら想像してみてください。じゃあまず女性、女性に決まってるね。一応救出対象17人のうちの誰かです。戦わないです。戦いません。学校には通ってるかわからないな。わからない。どうだろう。スマホゲームのキャラ、それは間違いないね。音楽には関係してない。早いんだよ。ちょっとヤバタニやりすぎて、どんどん寄せてきてる気がする。K では始まりません。そもそも K が入ってないね。うわ、遅いぞ、この野郎。めっちゃ悩むよ。そんな悩む？頭文字 K じゃないの？嘘だろ。技術的問題が発生しました。リトライします。なんか今日重くない？アニメの主題歌にはなってないです。600年以上生きてる。またちょっと、これはいい絵だ。いい絵だよな。いい絵だ。多分違う。確定じゃないわ。でもいい絵でいいだろ。脱出ゲームに関係します。ヤバタに石化してはいないですね。石化してる子なんていなくない？金髪じゃない。姉はいないのか？わからない。断定できない。教育テレビには関係ない。教育テレビには出せるのか。作品の初期からいるキャラクターではないですね。オンラインゲームにも関係しない。白っぽい。んー、ちょっとそうかな。うん、ちょっとそう。黒じゃないよ。主人公くん付けで呼ぶ。聞いたことないね。主人公って誰？そもそも白い色に関係してる。別に白い色には関係してない。銀か白色。まあまあまあ、そうだね。
自分。ああ。まあもうほぼほぼね答えに近いところ言われたからで正解です。はい、私が思い浮かべていたのはグランドレディさんでした。これがどれぐらいプレイされてんだ。125回か。じゃあちょっとやっぱりヤガミちゃんのが多いんだね。じゃあ続いて、今回の本題である、まあ救出対象じゃないキャラクターですね。救出対象じゃないキャラクターで、まあ、一番情報量多いの誰だろうって考えた時に思い浮かぶのが、まあ、リチャードかな、ジャック・ブレアのお兄ちゃんのリチャード・ブレア、この人が多分一番ね情報量多いんじゃないかな。結婚してるとかにも答えられるしね。さすがに田中瑞希は普通にいそうだからやめとく。男性、あ、男性珍しく、こいつ女性ばっか聞いてやがるって思ってるだろ。俺は男性も聞くぞ、聞くぞ、やるぞ。黒髪、黒じゃない、赤い赤い赤い。学校にはもう通ってないでしょう、多分違うで。何なんだよ、多分違うっつってんだろ、ディズニーキャラクターに関係ねえよ。日本人ではないね、リチャード。どこの国だろう、西洋系かな。銀か白違います。喋ることができる、もうできない、もうできない。もう無理、喋れないの、悲しい、すげえ悲しい、やめろそういうこと言うの。頭に何かかぶってる、かぶってはいないね、猫になっちゃったんだ。いいえですね。20歳以上ですか、多分そうだと思う。ジャック・ブレアが16ぐらいじゃねえのかな、勝手な想像ですが多分そう。髪の毛があります、はい、髪の毛を、ああでももうないかもしれない、でもあれも髪の毛でしょう。うん。ね、犬のね、この頭の毛も髪の毛と言っていいんですか？髪ですか、あれは。まあいいや。髪の毛あります。金髪ではないです。武器は装備していません。スマホゲームのキャラです。狼とは関係ないね。あれは猫だからね。狼とは関係ない。女性向けゲーム。ヤバタニアは女性向けゲームですか？違いますか？多分違いますね。いいえです。スシローが好きな VTuber、 それ知らない、誰誰を想像して、これ誰を想像してんの。でもまあスシローが好きでもないし VTuber でもないので家ですね。おい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 、じゃあ誰誰だとならんやろ。じゃあリチャードだってめっちゃ悩むよ。スシローが好きな VTuber に決まってるって思ってたから結構ショック受けてんのかな。重いな今日。外国育ちですか、わからないし、外国って何なの、もうでも多分そう、日本じゃないって意味じゃ多分そう。ひらがなですか、いいえ。あとヤバタニエにたどり着いてないんだよな、多分そうでいい。大人、音楽には関係してない、小学生でもない、黒い服も着てる、あ黒い服着てんね。まあ いつもかどうかは知らないけど、まあでも出てくるときいつも黒い服着てるから、すでに高校卒業してる、多分そう、さすがに高校は卒業してるでしょ、多分そう、成人してる。違うな、違うな、ロブロックス違います、続けます。演技力には定評がないです、別に演技力棒とは言わないけど、男装女子 YouTuber でもないです。ヤバタニに帰ってきて、帰ってきて、お帰りヤバタニへ、いつもマスクはしてないです。ボールは使わない、 CD も出さない、スポーツマンでもない、物語の最中で死んでしまう、はいその通り、正解、女性じゃない、女性じゃない、 3D モデルでも登場しない、ドットだけ、緑色じゃない、赤い赤い赤い、綺麗な赤、ぬいめいちゃんをリスペクトしてる、知らない、誰、何それ、家です、めいちゃんって何の、紙幣の肖像になった5000円札、リチャード、家です、よく外食する、でも家で食ってるところしか見たことないな、グレース系で食ってることを外食というのであればそうだけど、基本的には家で食ってるイメージ。厳しい性格、いいえ、優しいよリチャードは、第五人格じゃないよ、紫色じゃないよ、赤い赤い赤い、これ紫赤い、誰かと愛し合ってる、愛し合ってる、フルネームが8文字以上ある、リチャード・ブレア、うん、ちょうど8文字以上、少女漫画には出てない、頑張って頑張って、デッドバイデイライトはやってない、やってない、ハープ持ってない、何それハープ、
ホラーに関多分そう、ヤマタニのホラーというのか、大学を卒業して多分そう、あれは大学出てないと無理だろう、女性じゃないって。あー違うんだな、これがやっぱり救出対象じゃなきゃ無理か。はいじゃないよ、いいえいいえ、続ける続ける、頑張ろう、やれるまでやろう。2文字じゃない、ルビナは先生でもない、物語の主人公の敵でもない、味方、味方なのか、主人公って誰だから。物理心ですか、何それ、知らない、オンラインゲームにも関係しないよ。若くして亡くなった、まあそうだね、若くして亡くなった、ライブで MC は担当しません、義手でもない、ウルトラマン関係ない、ビエル作品でない、主人公より年上、多分年上、主人公って誰、あ妹がいますか、はいいます、頼む頼む、羊に関係しない、羊に関係しない、フルネーム6文字違う、主人公と同じ学年でもない、カエルのキャラクターでもない、歌はない、いろいろじゃない、今日好きになりました、出たことがありますか、出てこないです、ヤバタニにしか出たことないです、日本に住んでないです、日本なのかあれは、都市伝説関係ない、兄弟や姉妹いる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 、妹と姉がいる、姉がいる、うん、ホラーゲーム実況者じゃない、人を殺した、殺したか、あれ間接的には、間接的には殺すような秘密道具を作ってる気はするけど、多分違う、直接的には殺してない、ゲームに関係する、はい、オカマっぽくない、お兄ちゃんはオカマっぽくない、僕か俺分からない、知らない、ピアノ弾かない、水木ならいけんのかこれ、姉がいる、はいはいはい、あジャックブレアになっちゃったか、ジャックブレアになっちゃったか、ジャックブレアになっちゃったか、リチャードブレア誰だと思いますか、これやってる人いんの、リチャードブレアいるんだ一応、リチャードブレア、リチャードブレアダメだったか。遅いぞこの野郎。やっぱり救出対象じゃなきゃ無理かな。じゃあ最後に、田中瑞稀やってみよう。お兄ちゃんつながりで田中瑞稀だったらいけるんじゃないかと。さすがにね、男性、口ひげ生やしてない。黒髪じゃない。金髪。武器は装備してる？武器は装備してないね。でも銃持ってんな。装備してる、部分的にそうだな、持ってる時もある。二十歳以上ですか、二十歳じゃなきゃデューククラブに行けないから、漬けクラブ、デューククラブに行けないからね、二十歳以上よ、もちろん日本人、田中、音楽には関係してないけどピアノは弾けない、女性向けゲームのキャラではない、もう分かんない、もうやばかんなくなってきた、ヤバタニエンって女性向けゲームなの、ゲーム実況者じゃないよ、スマホゲームのキャラ、そう、狼とは関係してません、剣を持っては戦ってないね、剣は使ってない、犯罪者、あこれ難しいな、難しいな、わからないです、わからないです、人間の形はしてます、いやなんか嫌なこと言うな、人間の形してるな、最後の死体のシーンも人間の形してるなってなっちゃうじゃん、東方プロジェクトには関係ないです、田中瑞稀は、男は出てこない、悪役ではないです、悪役ではない、いえまあわからないね、正直ヤバタニはわからない、悪役じゃないと思ったら悪役だし、悪役だと思ったら悪役じゃないしってなるから、頭に何もかぶってないです、絵が得意、そんなことはないんじゃないか、多分違う、刑事でもない、天まで届け、 なんか知らないところに行こうとしてるな、お前第五人格のキャラクターですか、黒くない、うわー結構きついかな、田中瑞稀、主人公より年上ですか、多分違うで、わからないにしようか、主人公はそうだね、確かに主人公だ、田中追憶編の主人公、唯一ヤバタニエンで主人公張ってた、うん違うな、頑張ろう頑張ろう、人狼ゲームをしてますか、知らないけどしてないんじゃないの田中瑞稀、ホラーに関係してる、まあ部分的にね、ヤバタニエンは一部ホラー、ヤンデレ VTuber ではないです、女性でもないです、メガネもかけてないです、すでに亡くなってます、そう、現役中に結婚発表しましたか、現役とは発表はしてないし結婚もしてないよね、髪が白くない、主人公の敵でもない、金髪、そう金髪 OK、 メインはホラーゲーム、多分そう、部分的にそう、ドイツ人じゃないって、日本人だって、田中は、オラライタレントでもないよ、拳で戦わないよ、10年以上前に死んだか、まあそうだね、死んでるよな、10年以上前に、
第五人格、なんか第五人格よく出てくるのはスマホゲームのせいか、女性じゃない、義足や義手をつけてる、もしかしたらそうかもしれないけど多分違うぐらいだな。10代多分違う、だからいい、20代だってデューククラブに行ってんだから、物語の主人公、主人公だよ。クトゥルフ神話関係ない、アバタネに帰っておいで。あー違うんだって、違うんだって、金髪で糸目か、戦う、まあ部分的にそうだな。ダメだ、田中瑞稀、田中瑞稀も候補としてはいるよな多分。あーやばい、 M 田中、 M 田中って合ってるそれは初めて聞いた略称だけど、田中瑞稀、エヴァタニアン田中エルの何、やっぱちょっとここで分かれちゃってんのかな。でもまあ M 田中の方がいいかな。はい、ということで残念ながらね、ヤバタニ娘以外は見つけることができなかったという結論になってしまいましたね。じゃあアキネーター君にはもうちょっと頑張ってもらって、近い未来ヤバタニ娘以外のサブキャラたちも当ててくださいというところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。